会談に出席した英米の軍事指導者たちによる記念撮影。前列向かって左から、ジョージ・マーシャル、ウィリアム・リーヒ、フランクリン・ルーズベルト、ウィンストン・チャーチル、アラン・ブルーク、ジョン・ディル。後列向かって左より、エルシー・ホリス、ヘイスティング・ス・イズメイ、アーネスト・キング、チャールズ・ポータル、ヘンリー・アーノルド、アンドルー・カニンガム。第2回ケベック会談は、 第二次世界大戦中にイギリスとアメリカ合衆国カナダで開かれた軍事に関する首脳会談。カナダのケベックシティで1944年9月12日から9月16日に行われた。1943年のケベック会談との関係で第2回ケベック会談と呼ばれる。主な出席者はイギリス首相のウィンストン・チャーチルと アメリカ合衆国大統領のフランクリン・ルーズベルト、ホスト役として、カナダ首相のウィリアム・ライアン・マッケン・ジー・キング、また、チャーチルとルーズベルトに招かれてオーストリア、元交代士夫・フォン・ハップスブルクも参加した。主な合意事項は、ナチス・ドイツ降伏後の占領統治に関する、猛幻想プラン、アメリカのイギリスに対するレンドリースポーによる、経済援助の継続、 太平洋戦争へのイギリス海軍の関与形態である。猛元層プランは、イギリスの反対で、アメリカによる当初案よりも過酷性が緩和された内容で合意された。対日戦へのイギリスの関与については、イギリス海軍艦艇による第57任務部隊の編成と、アメリカ海軍の指揮下編入が決定され、1945年3月の沖縄戦から実現することになった。 連合国での勝利に向けた計画を検討するために有益な会談であった。ハイドパークの密約で日本への原爆投下が予定された。BBC ファクトファイルセカンドケベックコンファレンス鹿児島大学原爆はこうして作られ落とされた8原爆開発の進展運命の決定。日本への原爆行使。ありがとうございます。